なんだお前その格好よ、おい。はい、なんだその格好。いや今日はもうあれだよ、気合入ってるからさ、ちょっといつもと違う格好したいなと思って。気合の入り方は違うだろお前、その空手劇キリストなんかお前。あるでしょ。なんでよ。かわいいしょ、マジだしさんでもね。うわ、アディダス道着とあるんだね。アディダス道着とあるんだね。俺はびっくりした。そうなんだ。そう、今日はね、なんとね、戦いですよ、戦い。戦い？戦い。久々の。久々の戦い。久々の戦いだよ。じゃ、え、ってことはもう空手の戦いか？その道着着てるってことは。俺も正直分かってないんだわ。何でも分かってねえんだ、おい。お前俺よ今日させられるからって来いっつって、お前俺呼んどいってお前呼んだけど、正直俺も分かってんだわ。とりあえずこの服に着替えさせられたというか、これ着替えてくださいって言われたのなんですよ。はいはい、ってことはコラボ相手がいるってことですよ。いるっていうことなんですよ。お前一人じゃちょっと喋れねえから、早速呼んでもらっていい？はい、そういうことにしましょう。一人だとちょっと不安なんで、はい、よろしくお願いします。ちょっとすいませんね、こいつ喋れないもんで。いや、全然、はい、ちょっと喋れんもんで。天然って聞いてました。いや、天然ではないんですよ。そうなんですか。はい、天然じゃないんですけど、僕ちょっと多分コミュ障で。そうなんですか。コミュ障っていうか、こう、会話ができないんですよ、人とあんまり。会話ができないんですよ、あんまり。はい、できてたなと思って。あ、本当ですか。はい、受け答えができなくて、はい、あとこうカメラ回ると特に喋れなくなっちゃうんですよ。あ、緊張しちゃう。もう2年ぐらいやってるんですけどね、 YouTube も。緊張っていうか難しいですよね、 YouTube。 そうですね、一、はい、人のトークはちょっと難しいですよね。面白くする、はい。まあ、そんなことよりさ、はい、今日はジムに来てくださったんですよ。お、はい、ありがとうございます、はい、空手オリンピック、はい、金メダリスト。オリンピック金じゃないです、世界選手権。あ、世界選手権。おめえ、おい、大げさ言い過ぎだそれじゃあ、お前。結構は出ましたけど。出ましたけど。でもすごいですね。でも、女性の方でさ、こんな強い方と今日は戦いをするということで。ちなみに何空手って言うんですか？自分たちの空手は多分伝統派空手って言って。伝統派ですね。山崎さん。ヒデさんでしょ。あ、そうです。山崎さん一緒です。わ、そうなんですね。あとあれですよね、堀口選手。はい、そうですね。クレストだったら、いとこが。なるだ。そっかそっか、そうですね。あ、いとこが。いとこがなるなんですよ。なる。西本。ああ、達也の後輩の。そう、まあクレストの。クレストの。そうですそうです。すごいですね。で、山崎さんとコラボ何回かさせていただいて。あ、なるほど。で、ここに。はいはいはい。はい、すいません、ちょっとこのチャンネルに。ね、本当すいませんね。来ていただいてありがとうございます。はい、じゃあ早速なんかやりましょうよ。なんかやりましょうよ、お前雑だろお前、こっちのチャンネルでさ、教えてくださいだろお前。教えてください。ちょっと達也は空手やったことあると思うんですけど、はいはい、もうやってたんですよ昔空手。やってたって言います。一応黒身も持ってるんですよ、はい、ただ僕は本当に空手が嫌いでずっと逃げてたんですよ。倒される方の空手ですか？倒される方の空手。達也の空手の流派は沖縄の五十流。あ、一緒です。五十流ですよ。マジですか？じゃあ早速組手の方、じゃあ空手の組手をですね、はい、教えてもらって、はい、まあ、最終的にはこの空手のスパーリングと言いますか、組手を教えてもらう。そう、空手の組手をね、2人で戦ってもらいたいなっていう。はい、はい、はい、じゃあ、お願いします。はい、じゃあ、防具持ってきたんで。おう、そうですよね。全部、赤と青。赤と青。そう、これは赤と青はどういう意味なんですか？今、空手って、そうですね、赤コーナー、青コーナーで分かれ、コーナーって分かれて試合するんで、はい、その時は赤と青、はい、まあ、道着も上変えるんですけど、柔道とちょっと似てて、はい、まあ、キックボクシングも似てますよね。赤コーナー、青コーナー、防具、防具も赤、青。わかります。わかります。競技によっては、うん、そういう感じですよね。はい、そうです。はい、審判がジャッジ。ああ、そういうことか。ピッピって。そうです。自分たちの場合ポイント制なんで。はい。こう赤上げてみたいな。そうです。そうです。そうです。青。そうです。そうです。はい、そんな感じです。今から何を習いたいんですか、達也は？え、なんか伝統派って出入りが結構すごいじゃないですか。うん、見えないでもポーンって回ったりするから。ああ。俺も出入り結構今。知りたくて、うん、電動派で入るの。あ、帰ってきた時の、ただいまとかいう、ね、そうそう、いらっしゃい、ただいまやってる。だらすべりやん。だらすべりだよ。お前、見ろ、ドン引きだぞ。いや、芸人さんみたい。すごい、すごい、愛想がいい。愛想笑いしてくれてありがとうございます、本当に、はい。で、出入りということで。出入り？出入りでしょ。だって急に、こう、遠いんだよ、電動派で。こうってさ。あ、山崎選手とかね。こうやって、こうやって来るんだよ。お前、おい、画面鼻毛全開だったよ。やめとけ、鼻毛恥ずかしい。ほんとっすか？いや、出てね、出てね、出てねえから、お前撮影中だから、お前撮影前にチェックしなさい、それはね。いや、俺最近鼻毛のあれ買ったよ。何？いいやつ。これ突っ込むだけで、切りとかじゃなくて突っ込むのウィーンって切れて、
売っとんの。それ知ってます？知ってます。鼻毛だった。あれめっちゃいいっすよね。なんか景品に当たった気がする。あ、マジっすか、はい、あれめっちゃいいっすよ。そっから俺鼻毛全然出ない。めっちゃいいっすよってお前女性に言うな鼻毛のことをよ。とりあえず組手でしょ。あ、組手、はい、その出入りのね、はい、やつを早速ちょっと習いたいなと。そうですね、はい、あゆたんに。あゆたん、お前いつからそんな興味縮まったんだお前。はい、やろう。はい、はい、趣旨がちょっとね、脱線してる。まず、はい、構えとかですか。そうですね、構えてもらって。でも子供とかにも教えるときに空手ってこうなんで、前を教えるときにお互い手伸ばし合って、ここの前がもう ここの前なんですね。で、こうするじゃないですか、がちょうどだよって自分は子供に教えてます。伸ばしきったところで、ここでフットワークしたり、この前の中で自分が下がったらそれにおじさんついてきて、あとはこの前に、はい、で下がったら、そこ横だったら、こういうのが、まあ、フットワークの空手の距離感の見方で、結構遠いですね。遠いんですよね、やっぱり。まあ、お互い多分背は同じぐらいじゃないですか、だからこれぐらいでいいんですけど。で、構えた時にここでなんかこう一歩出した時だけでちょっかい出した、ここの中に入っちゃうと近い、自分たちは近いんで、ノックアウトしないんで、ここからこう届かせ、ここからこう届かせになるんで、ここで相手をチェックするのが、このなんか伝統派がやってるよくこういう出入りが、これがチェックなんですよ。で、相手がどっちの手狙ってるかなってチェックして、うおすごい早い。いや怖っ。そう、多分これが多分みんな伝統派の独特な、このこういうフェイクだったりとかが、僕結構やるのが、はい、この小林の時はこうステップしつつじゃないですけど、はい、ここで見て、はい、ミスって入るんですよ、はい、でそこでこう打つんですけど、ここで、はい、ここでもステップやった方がいいんですよ。でステップやって横っと入るんですよ、はい、自分たちは手が上がっちゃったらポイント取られちゃうんで、ここの距離来ちゃうと、はい、グッパンって疲れたりとか蹴りが入っちゃうんで、そこの入る前のここをすごい、ここの駆け引きを大事にし、いきなりここにあるパンチが、そういうのはどうですか。自分が好きなのはポン、手を触るんですね、足でこう、足で触る、こうのとこでポンポンとかですか。いい、ね、手を当てるんですね。グローブとしたら手を当てたらこう身構えるじゃないですか。その時にもう一回中段にフェイクのを見せて顔にくる。それを、これいい、そっちの方が強そうに見えるわ。強そうに、いつもの達也の構えでこうやってるより、うん、そっちの方がなんか、おこいつなんかやるなっていう、ああね、うん、ガンガンコーナー、そうそうそう、食らいに行っての近い距離で戦うから、ガンガンコーナー、地味な強さがあるけど、そうですね、こうやって受けてればいいですもんね。俺もその遠い距離なんで、たまにこういうのやっぱ覚えるだけ知ってるだけで幅が広がるから、ね、相手はちょっと混乱するし、うざいですよね。こうやって、なんだよ、はい、来ないのって、はい、やるのが駆け引きじゃないですか、ね、急に俺がこういうスタンスだと相手びっくりするでしょ。うん、じゃあ早速スパーリングやってみますか。スパーリングじゃねえか、組手か。組手、はい、空手でいうフリーの組手、フリー組手お願いしますか。はい、全く一緒です。そうそう、すごい。すごい。なんか目線が一緒だなって。はい、めっちゃ一緒。なんかあれみたい、もう一人の自分がいるみたい。身長全く一緒。失礼だぞお前。もう一人の自分って顔を持ってことでしょ。お前こ美人さんにさ、お前。失礼だぞって俺にも失礼だろそれ。お前はいいんだよ。不細工だから。お願いします。お願いします。スタート。うわ怖っ、怖っ、怖
怖っ。綺麗です。怖い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 怖っ。全然あ、疲れましたね。疲れますねこれ。はい、何回か試合に変えとってた。そうだね、でも結果的には負けだ、負けだね。結果的に負けだよね、うん、今勝てるわけないよね。すごいいい練習になりました。いや、ありがとうございます。こんなんでいいんですか。いや、もうバッチリですよ。キック、ボクシングでさ、普段こうずっと練習してるとさ、なんかまあいい練習できてるんだけど、普段まあやっぱなんか同じことをずっと繰り返してるから、こういう刺激をもらうと、はい、なんかマネリしますよね。そうですね、なんかいい練習になるし、いい技も聞けたんで、まあ、今後の次の試合ちょっと練習するの楽しみにしてください。おお、見に行きますね。あ、ぜひお願いします、はいはい、ちょっとまだ決まってないんですけど。あ、そうなんですね、はい、でもただあのいい試合がちょっと発表できそうなんで。おお、はい、楽しみ、はい、楽しみにしてください。はいはい、あゆたんあゆみさん あのチャンネルの方でもあのコラボしてますので、はい、あの概要欄に貼ってますので、ぜひチェックしてみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回の動画で。あ、いいじゃないですか。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録ありがとう、高評価もありがとう、今日もありがとう一日、明日も笑って一日。